11月24日、日本時間25日に米国ワシントン DC で開催された総合格闘技イベント、PFL-102023 ワールドチャンピオンシップスのヘビー級トーナメント決勝で、ヒーナン・フェレーラ、34イコールブラジルがデニス・ゴルゾフ、33ロシア、に2回 KO 勝利。2023年の世界王者ベルトと共に優勝賞金100万ドル、約1億5000万円。 も手にした。動画、フェレーラ、防腕パンチ鉄槌で壮絶な KO シーン。フェレーラはチームノゲーラ所属、身長2メートルの巨漢ファイター。直近の2試合はすべて初回 KO 勝利と回進撃を見せており、キャリア11勝で10フィニッシュ、9KO、11本、と高い決定力を誇る。対するゴルツフは3本の世界選手権で優勝した実績を持つ実力者。 23年シーズン3試合はすべてフィニッシュ、2KO、1本、だ。試合は 1R 中盤、テイクダウンを奪ったゴルツォフがサイドからアームロック。かなり決まったかに見えたが、フェレイラはなんとかしのぐ。しかし、ボルツォフが上からパウンドや鉄椎を落とし、ボルツォフがポイントを奪った印象。2R、フェレイラの強烈な右がヒット、ボルツォフがぐらつくと、チャンスとばかりにフェレイラが怒涛のパンチラッシュ。 ゴルトフは倒れ、フェレイラが追撃の鉄槌を連打すると、レフェリーがすぐに試合を止めた。2R26 秒、フェレイラが KO 勝利でヘビー級の頂点に立った。PFL102023 ワールドチャンピオンシックス、11月24日、日本時間25日、米国ワシントン DC 下キク黒三角ヘビー級トーナメント決勝マルヒーナンフェレイラ、ブラジル、KO2R26 秒、 パンチ、鉄イレンダデニス・ボルツォフ、ロシア、団体についてより大きい PFL は K1 で活躍したレイセフォーが社長を務める MMA 北米メジャー団体。先日ベラトールを買収し、UFC と並ぶ巨大勢力となった。試合は各階級のリーグ戦形式で行われ、シーズン優勝した場合、賞金100万ドル、約1億5000万円、が与えられるというなんとも夢のある興行だ。